第五冬広氏は、江戸時代中期の苦行、十一位左大臣。署名は、冬見、秋ライン。一字名は召、飯。五は、あと新章不明寺。御陽税天皇の男結、賛成子孫である。主に、東山天皇、中三角天皇、桜町天皇、桃園天皇の四三角にわたって使え、神は、十一位左大臣まで登った。元禄元年に、十五以上に著される。 元六九年に、十三味左この中将となり、九行に列する。県中納言や東下世知絵外弁、右、兵衛正を経て、宝永元年県大納言となった。宝永五年には、皇太子朝、三宅仁氏新郎の東宮県大部となる。翌年、皇太子の即位に伴い辞職。聖徳元年神宮天宗に任じられ、教法十一年までの長期間にわたって務めた。 その間の共法9年には、右この絵大将、右馬津笠さ官に任じられている。共法12年には、東瀬知恵内弁を務めた。共法13年には内大臣となるも辞職。共法14年には、11位が授与され、延響2年には、右大臣となるも辞職する。関延元年には、左大臣となるも翌年に辞職している。冬、広市の父大五冬元は、 御陽勢天皇の第九王子一条、明の次男である。冬広氏は御陽勢天皇の彦の一人である。第五家は一条、明の子である。第五冬元を子匠とし、聖画家の一つであった。ありがとうございます。